まだ全員集合してないから、ちょっとね。今いるメンバーで、手作りのアクセサリーを作ってるんだ。やってみると、結構面白いよ。ビーズをつなげていけばいいのね。簡単。ああ、姉ちゃんそれ長くしすぎ。どこにつけるつもりなんですか？お、先生、失礼だよ。うん、これね。みんなでアンリ先輩にあげようって話してたの。アンリ先輩っておしゃれだし、手作りのアクセサリーをプレゼントしたら喜んでくれるかなって。アンリ先輩って、なんで？もうよく知ってると思うけど。アンリ先輩といえば、おしゃれでかっこいいよね。女の子の憧れって感じ。ひなたもすっごく憧れちゃう。とっても優しくて、いっぱいなでなでしてくれて、ユキナ大好きです。今回の新曲でも十分なアピールができています。アンリ先輩の魅力は特にアンドロイドが持ち得ないもの。衣装も考えてくれてるしね。多彩だよ、ほんと。